なんとりかこちゃんは変わった特技があるそうで、うん、はい、表情を変えずにレモンを食べれます。え、レモン、レモンで結構酸っぱいやつですよ。う、ね、もう聞いただけで、あのみんなでこう打ち上げとかしてた時にあのレモンが添えてあるやつをあの普通に食べてたんですよ、うん、それをみんながすごいねって言い始めたところから、あ、私これ特技なんじゃないかなって思ってそれでは見せてもらいましょう。え、じゃあ普通に食べますね、はい、やばい、見てるだけで酸っぱい、酸っぱい、もう酸っぱいの、あ、もうガンガンいってる、酸っぱい食べ方、おー、グレープフルーツに食べた、グレープフルーツ食べてる人みたい、普通に食べれるの、果物食べる、あ、押した、変わってるスタイル、すごい、おいしい、特技、おいしいね、うん、以上、リアクションに困る特技でございました。りかこちゃんの特技見たんですけれども、うん、はい、ももかちゃんの特技があるみたいですよ。ももかちゃんも、はい、それはですね、カメラに向かってキュンセリフを言うことだそうなんですけれども、はい、ですね、そうなんです、前のもう2人向かって設定とかちゃんとしないと、花火大会に、なんて仲良し何人組かのこう先輩とか混ざったグループで行くってなってたけどっていう部分から、気になるけど、ももかちゃん、細かい設定をしてきましたが、どんなキュンゼリフを言うの？じゃあ、ももかのキュンゼリフまで3、2、1。先輩、あの花火大会なんですけど、やっぱ2人で行きたいなって思って、先輩の時間、私一人のものにしちゃダメですか？先輩になりたいですね。どうせでも燃えちゃう。可愛いです。ありがとうございます。キュンとしますからね。恥ずかしい。